ジェイ先輩です。ノクターン。ジェイコだよ、ノクターン。最終回なんだ。前回ウルフデイモンを倒したけど石像になって終わったので、ショップに売っているトロフィーも集めて、それで変化がないか見てみようと思います。あれ？9000じゃなかったっけ？めっちゃ安くなっててギリ買えたんだけど。ちょうどだったね。おや、しかもここが解放されたんだけど。ほんとだ。なんだなんだ説明が追いつかないぞ。あ、これは。あれの続きか。やはりこれが条件だったな。買うのも必要だったのね。鎧の色が変わった。く、燃える展開になってきましたよ。絶対強くなってるよねこれ。楽しみです。うお一発。すご。なんとなく最初のステージに似ていると思わせてちょっと違うか。いきなりゴーストとか出てくるしね。つまりバージョン1の総集編って感じかな。そういうことね。それにしてもよかった。9000コイン貯めなくちゃいけないと思ってて、またこれ大変な作業になるぞと覚悟してたのですが、クリア後にまさか安くなっているとはね。無理してクリア前に買った人はかわいそうだね。その場合何か救済あるのかな？ともかく、ヒーローズトロフィーの力で蘇り、さらにその力で鎧も剣も大物に、多分全ての敵を一撃で倒せるようになってますね。あ、しかも魔法も変わってる。ほんとだー。火の玉になってるのか。正直炎の柱も使いやすくて好きだったけど、こっちの方が遠距離攻撃できるしいいのか。まあ総合的に使いやすいかもね。それで多分威力は同じくらい高いだろうし。そうですね。鎧は強そうに見えてそこは普通にダメージを食らうんだ。ハート半分とかないからねー。まあ攻撃が強くなってるだけで助かる。例の緑の巨人と戦ってみたらわかるね。そうか、普通なら5発かかりましたからね。それが例えば2発になってるのか、それでも一撃なのか。楽しみね。くっそー。遠距離対決は向こうの勝ち。日が浅い私には無謀だった。うん、強いはずなんだけど普通に苦戦しているな。残念。壁だけど。やっぱり今までのダンジョンを巡ってるのね。あ、一発だ。すごいじゃない。剣の強さに全振りしているんだな。鎧の方ももう少し強くなってて欲しかった。まあハートの関係上難しいのよね。例えばハートをプラス5個してくれるとか。気持ちはわかるけど楽になりすぎるんじゃないの。まあねえ。クリア後のお遊びモードじゃないし仕方ないか。そう、まだウルフデイモンとの戦いが残ってるんだから。今度こそ本気の戦いか。おい。だからこんなところでやられている場合じゃないのよ。やばいな。そんな。静かにやられた。
いや難しすぎない？嘘でしょ。ここで何回やられてるの？黄金の鎧を着ているとは思えないほどのやられっぷり。一番鬱陶しいのが実はコウモリなんです。次にこのヒル、あとは絶対出てくる半魚人と緑の巨人、全部が合わさるとこんなにもきついのかと。割とパターンになっててもきついんだね。いやー難しかった。さらにこれですよ。ここも難しそう。下で待機しているのが嫌らしい。こういう面はむしろ炎の柱の方が使いやすいな。そうね、守るタイプの方が当てやすいか。まあでも一撃で倒せるのはやっぱり強い。同時に相手はしたくない。どうすればよかったんだ。これ炎の柱があっても相当大変だよね。剣が強くないときついでしょうね。よし。さあだいぶ近づいてきたかな。効率的に回復してきたね。あーもう。他に出てこないの？もうゴールだ。当然トロフィーなんてもうないし。おわぁ、もう来ちゃった。生命エネルギーを感じないって。まあかぼちゃですしね。それは勝手にやったことじゃない。さすがに焦っているようです。前はあんなにバカにしてたのにね。ついに飛んだけど。あちょ。何やってるの？あれ？なるほど、全滅中は無敵ってことか。魔法が無駄になるのは痛いね。ただ地上にいる時の方が強かった気がする。とにかく頭をぶつけないで。ついに段ジャンプしてしまう。パターンがこれだけなら後ろに回って叩けるだけでいいな。ちょっとタイミングが難しいけど。確かに後ろに対しては無力ね。動いている時しかダメージが入らないからなかなか難しいですね。普通に勝てた。これで終わりかな。え、これってまさか、昇天したの？あ、そういうこと？最初から謎の騎士って言ってましたけど、
この国を救うために召喚された英雄の魂だったのかもな。なるほどねー。まあそんな感じで、いきなりですが終わっちゃいました。まだ見てない魔法とかはあるけど、おおむね満足かな。他も見たい方はぜひご自分でもどうぞ。さてと、これで終わってもいいんだけど、クリアしたことで何か変化が起こっているのか、一応毎回どのゲームでもチェックはしております。まあ大事かもね。たまにオートセーブされちゃうとか上書きされるタイプは、そのままの場合もありますけどね。まあそういう場合は後でネットで調べたりするんですが、ともかく見てみましょうか。まあいいや、これで。ダンジョンが増えたりはしてないね。ショップはどうだろう。変化なし。安くなっているとかもないね。あ、やはりここからになるか。じゃあ最後にもう一度弱い状態で、ウルフデーモンと戦ってみましょうか。前は魔法でゴリ押したからちょっと気になってて。そうだねー。今度は剣だけでも戦えるってところを確かめたい。なるほど、絶対に重なるように追いかけてくるわけじゃないのか。もしかしてキルト方向転換してる。そうかもしれません。ああ。向かってきてもキルト戻ってくれるな。いいね。うお。たまにいきなり方向転換することもあると。あとはまっすぐ飛ばしてくる球にさえ注意すれば、ここにいれば戦えるな。悪くない。いけそうです。よっしゃー、ギリギリだったけどなんとか勝てました。本気を出す前の方がやっぱり強かったね。そこは謎です。ということで以上で剣と骨、ソーズ&ボーンズの実況を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね。次回からは個人的にかなり楽しめたゲームを実況するので、そちらもよかったらお楽しみに。それではノクターン。またねー、ノクターン。